チャオフィッチェルさん、本日はですね、今回はですね、映画を見てまいりました。はい、ということで今回見てきた映画はですね、君たちはどう生きるかという映画ですね。そうですね、今ねちょっとね、巷で話題になっていると思うんですけど、でその映画をちょっとですね、昨日オフの日ができたので、見てくることがやっとできました。ね、始まったのは、7月の14日くらいかな。で1日でもう1位になったっていう話題のね、すごい話題の映画ですね。で急に始まったんだよね。そう、まさかね、この、まあ、7月14日ってことは前々から言われたけど、本当に始まるかどうかっていうのが、まだ全然自分たちも分からなかったし、前宣伝が全くなかった映画なんですよ、この映画っていうのはね、だからもう全く分からなかったんですけど、自分たちも始まったって聞いて、あ、どうしよう、いつ行こうかなと思ってて、やっとね見に行けたんですけど、ね今日はね、まあ、当たり障りのない感じで、ね、これからネタバレ一応しない程度に、まあ、これから見ていく方もね、見に行きたいと思っている方もいらっしゃると思うので、あまり深く掘り下げない程度に、ちょっと軽めなトークを空中さんとしていこうかなというふうに思っております。はい、ということで、ではやっていきます。はい、はい、ということでですね、はい、まずですね、原作はこれにはございまして、小説の方ですね、はい、そちらも、名前は一緒なんですよ。で吉野の源三郎さん、源三郎、あ、源三郎さん、源三郎さんかの小説になっておりますね。うん、でなんかね、直接の原作とはなってはいないんだよね、一応ね、ね、なんかでもなんか難しいんだよね、聞いた話で言うと、宮崎さんが、なんか幼い頃とか、まあ、小さい頃に読んだというふうに言われてますね、この小説を。いつかこのなんか代表で自分で作りたいなとか撮りたいなと思ってたらしい作品なんですよ、でもさ、宮崎さんといえばさ、だってさ、一応インターは一度なさってるんだよね、確か。で、NHK かなんかで、もう一回復活するっていう風になって、ね、この作品が生まれたっていう。っていう風に聞いてますよね。なのでね、そう、だから一応復活の作品ではあるんだけど、っていう形なんでね。ただ ね、すごくね、まあ、じゃあまず一言で言っちゃうと、どんな感じだったか、感想的には。ちょっとね、なんだろう、重い。ねえ、なんかね、今までのジブリ作品とは全く違うなっていう。そうだね、のが第一印象かな。なんかね、私としてはですね、なんかすごい、なんだろう、なんか不思議な作品だなっていうので、それでね、なんかね、見た時よりも見終わった後、家に帰ってきてからの方が、なんかね、じわじわといろんなことを、なんていうかな、考え始めたっていうかさ、いろいろ思い出して、あ、この意味はどうだったんだろう、あの意味はどうだったんだろうっていうのが、ね、すごく一個一個のパズルみたいなところがあって、そうなんです、そうなんです。それで、ね、小説やっぱり読もうかなと思って、昨日本屋さん帰り寄ったんですけど、本屋さんにも買おうか迷ったんですけど、やっぱり買おうと思って、今日はね、ポチッと押して買って、購入して明日届くんですけど、やっぱり読んだ方がいいなとかと思って、原作はね、そのぐらいなんかちょっと、なんだろう、見る前はね、表紙がすっごい気になって、そうだよね、なんだろうっていう。で一応ね、物語そのものは ね、冒険活劇ファンタジーっていうやつなんで、でもさ、その冒険活劇ファンタジーっていうのが、私はすごいなんか不思議だよね。なんかね、ファンタジーなんですよ、本当に。ファンタジーなんだけど、結構生々しくて。なんか、ね。で、時代物も織り交ぜてあって、現代物と未来も結びつけたるという、なんていうのかな。すごく不思議な作品だよね、なんか。でもなんかね、話によるとさ、これがもう最後の作品になるんじゃないかなっていうようなことを言ってらっしゃる方もいるし、っていう感じなんだよね、でね、これまたね、すごいのはもうこれネタバレというか、もうもうこれは結構ね、発表されているのでね、多分女のいいと思ってお話しするんですけど、このね、キャストが、声優さんたちがすごくて、で私たちはね、それさえも知らないで行ったんですよ、で全く気が付かなかった。私は気が付いた？いや全然。ね、終わって最後の、エンドロールが流れてくるじゃないですか、そこでね、声優さんたちの中の発表になってるんですけど、エンドロールでなんじゃない、そこで初めて知った。うわ、マジかって、みたいな、誰がどれだったっけっていうのが。そうなんです、もうね、そうそうたる面々で、ちょっと、ね、それは発表しちゃってもいいかなと思うので今ね、発表しちゃうんですけど、そう、なんか牧人は自体はね、主役の男の子なんですけど、主人公の少年自体は
あの俳優さん、なんか若い俳優さんなんだけどね、うん、これなんていうか山の三時、三時だ、そう、山、山じゃないんだよね、三時佐藤間っていうの、相馬さん、相馬さんかっていうのが、あのいう方がやってらっしゃってですね、あとね、アオサギがね、ね、うん、なんと皆さん知っている菅田将暉ですよね、全然気がつかなくて、なんか言われてもなんか納得できなくて、ね、私の方は、うん、これはね、またいい、なんか面白い役をするんですよ。それで、あの、このね、アオサギ自体の役っていうのがね、うん、なんか詐欺師の役じゃないかって言われたら、なんでアオサギなんだろうっていうことを皆さん考えられると思うんですけど、一応なんか詐欺師じゃないかというようなことを言われてたり、うん、このね、アオサギ自体が、高畑勲監督っていうのをいたじゃない、あの、うん、その高畑さんを、あの、描いたんじゃないか、この作品の制作途中に亡くなってるんだよね、うん、高畑勲さんってね、うん、だから高畑さんのことを大崎に例えたんじゃないかなっていうことを言われてる方もいますね。ね、はい、で他には柴崎幸さん、そうなんですよ、ね、こちらもね、そう、キリコさんっていう重要な役どころの方がいてね、うん、その方がおばあさんなんですけどね、うん、そうなんですよ、あとあいみょんだったり、そう、ひみさんっていうね、うん、炎を操る少女なんですけど、実はお母さん、うん、これは大丈夫ですね、多分ね、一番知っているキムタクです、キムタク、そうなんです、そうなんです、キムタク全然気がつかなかった、ね、やばいよね、あのハウルの時はね、うん、もうキムタクやるハウルだっていうのをすごく言われてたんですけど、全然気がつかなくて、でも ね、そう、話の中ではなんかね、あの、なんかね、あの、なんかあの、キムタクがね、うん、以前ちょっと前になんかあの呼ばれてて、うん、ね、で、あの、会いに行ってくるよみたいなことを書いてる、うん、なんかあの何 SNS、うん、があったなんて、あ、だからそのことだったのかなみたいな、うん、そうっていうことを言ってて、宮崎さんに会いに事務所に行ってきますみたいなことを書いたんだって、うん、だからもしかしてそこで考えられた方もいたらしいんだけど、うん、すごいよね、そんな感動さはないので私には。ね、すごいよ、皆さん。すごいよね、推察力がすごいな。他にはね、大竹しのぶさんや滝沢カレンさん。そうですね。ね、そしてあの、お母さん、お母さんじゃないか。ひみこ、ひさこさんかな。ひさこさんの役が、木村佳乃さんなんだよね。うん。そう、東山さんの奥さんで。ね、ああ、そうなんです、あと逃走たるメンバーで、じゃあ吹雪純さんとかね、本田川沢子さん、日野翔平さん、小林薫さん、竹下恵子さん、ね、滝沢カレンさんも、ね、うん、もう本当ね、そうそうたる面々で、またあいみょんは本当びっくりした、ね、歌だけじゃないのね、あいみょんって ね、主題歌もね、米津玄師ということで、そうなんですよ、本当、ね、しかも名前が地球儀というね、なんとジブリにね、欠かせないものだもんね、うん、本当ね、いや本当なんだろう、ね、目を巡る巡ってまた巡ってくるような地球儀の丸いイメージのなんか作品なのかなって、うん、それで一番私が思ったのは、大体ジブリ作品とかおしまいとかさ、うん、終わりって書いてあるじゃない、まあ、エンドみたいなね、そうなのに今回なかった ね、だからまだ作品は続くのか、それとも永遠にジブリは終わらないよってことを表したかったのか、うん、いろんな意味が取れるよね、うん、本当に1回だけじゃちょっともうなんか頭の中が整理ができない作品かなっていうのがありますね、うん、だからなんかすごいなんかそういう風に思わないでもっとファンタジーに見た方がいいんじゃないっていう派と、うん、いやもうしっかりなんかちょっといろんなこと考えたいっていう派と2つに分かれて見てるらしいけど、うん、皆さんね、うん、なんか小さいお子様からなんかね、結構年長者の方までいろんな方が見てらっしゃったね、うん、結構ね分かる人には分かるのかな、そうだね、本当、ね、なんかね、面白いシーンももちろんいっぱいあるでしょう、うん、笑いのシーンとかもいっぱい、ね、うん、コミカルなシーンもあったり、逆に言ったらなんか胸に刺さる悲しいシーンもあったりという、なんか、ね、本当になんかいろんなことが、ね、うん、考えられて面白かったね、うん、でね、最後の中で下界に帰るためにドアがあるんですよ、うん、そのドアの番号がこれがまた面白くてね、まあ皆さん注目してください、そうなんです、そうなんです、ね、その、ね、番号がその番号のドアからもドアのね、なんかノブを手を取って離しちゃったらもう帰れなくなっちゃってね、うん、だから絶対持ってなきゃいけない、うん、そのドアのノブは、でも二度と戻ることが外からは戻れないよって、中からは開けられるんだけど外からは開けられないよっていうドアなんですよ、うん、その番号がいくつもあって、うん、その番号にもいろんななんか意味があるみたいなのでね、皆さんこれから見る方は、私もそのね書いた後、ね、チェックしたりとかしたんですけど、ね、結構位置関係が面白いもんね、すごく、ね、すごく複
形なんです。隣になることのない数字同士が隣だったりするんです。で多分ね、なんか縁のある数字だったりなのかなっていう、うん。まるでなんかディズニーのモンスターズインクを思わせるようなそんな感じだったし、このドアはね、うん、すごくどこに出るかわかんないじゃないけどさ、ちゃんと覚えてなきゃ開けられないよみたいな。人間というのはなんかよく言うじゃないのか、このようにつながって前世でもつながって後世でもつながることがあるんだよっていうような作品だったのかなって、うん、みんな巡り巡ってまた出会うというような、やっぱなんていうの、後継ぎじゃないですけど、ね、そう、形は姿、ね、形は変わっても変わらないよっていうのがずっとね、うん、ほら続いていくんだよみたいなこともなんかね、あの言われてたり、あとはなんかね、あの石が出てくるんです、最後積み重ねる、うん、石の数がなんかね13個という石の数ですね。この13個の意味がまたいろいろあるんじゃないかって憶測が飛んでてですね、そのなんかジブリ作品自体が13個今まで出てるのかな、うん、っていうふうに言われてるんですよ。それでね、あの13のものが積み重ねられてもうね倒れそうになってるその石が、うん、だから誰かがまたね継ぎ足してそれを続けていかなければ倒れてしまうという石が崩れてしまうよってね、うん、でそれは血を継ぐもの、血を継ぐものではなければその大王様が積み重ねてるでしょうね、うん、あの建てられることができないと、積み重ねていくことができないというような内容でして、でそれをね、うん、血を継ぐものがっていうのは家系のものがだよね、うん、あの選ばれし者なんだけど家系のものが継いでいかなきゃいけないという、まるでジブリを表したような内容で、今の状況なんでしょう ね、 ねって感じ。その大王様がね、だから多分宮崎なあの駿さんなんじゃないかというふうに言われてますね、うん、宮崎監督なんじゃないかなみたいな。それで、ね、出てくるその男の子があの、宮崎駿さんの息子さんがいらっしゃるよね、うん、あのなんだっけな、宮崎岩尾じゃなくて、ちょっと待ってくださいね、なんかね、うん、出してるね、その方なんじゃないかなっていうのを、あ、五郎さんだ、思い出した、そうそう、五郎さんだ、うん、ね、五郎さんじゃないかなって言われてたり、うん、でね、宮崎さんのところってさ、字違うの知ってる、先っていう字が、あ、うん、あの本当に出てる名前ではね、宮崎五郎さんと宮崎駿さんのね、先っていう字が違うんですよ。あ、そう、同じ家系なのに先っていう字が、ね、違く載ってるはずなのよ、映画とかでは、うん、だからそれもすごい昔から言われてるの、なんか不思議な、なんか何かあるんじゃないかなって、同じ家系だけど何か作り出すというクリエイターの名前なんじゃないかなみたいな、字がね微妙に違うんだよね、旧字体と新字体なのかな、うん、あ、なんかそんな感じで言われてるよね、だから面白いよね、すごいね、うん、本当にだからね、なんかちょっとね、なんかいろんなことを考えさせられたなっていうのが、ね、うん、面白かったかなっていう、すごい面白かったよね、うん、なんかね、でもね、絵はね、今まで通り美しくてです ね、すごいなんかこれからやっぱジブリらしい絵の描き方かなっていう、ね、本当本当、うん、だからジブリの代表作品になるんじゃないかってまたね言われてるけど、うん、うん、すごくなんかいろんなことをなんか、うん、普通に楽しいっていうだけじゃなくて、まあ、いろいろ考えれば考えるほど奥が深かったり、ね、でもなんかあのそういう肩肘張らずに見るっていうのもありかなと思うし、うん、だからもう一回ちょっと私もおさらいじゃないけどその本を読んでからもう一回見たいなというふうに思っているんですけど、 ね、とてもなんか面白い不思議な作品でしたね、まあ、一言では表せない、うん、多分見た方がだよね、だからぜひね、あのこれを聞いてて、なんか興味があるなっていう方は、多分競馬ファンの方、私たちの、まあね、あのチャンネルは見てる方多いと思うんですけど、うん、ぜひね、あの時間が空いた時とかね、あのちょっと疲れちゃった時に、うん、あの競馬のいろいろね、考えのに疲れちゃった時とかにね、うん、ぜひね、あのなんか時間空けてね、見ていただけるといいかなというふうに思いました。パンフレットがまだないんで、いつ出るのかな、これ、出るかな。出るってでも書いてあるの。あったよね。映画館でも書いてあるんですよ。だけど実際出るのかなって。全く違う内容のパンフレットだと笑っちゃうけど ね。ありそうじゃん。でね、グッズもね、なんかね、あの過去のグッズはいっぱい売ってるんですよ、すごく。なんでだろう。過去の作品のグッズは本当にね、いろんなのランダムとかで持ってて、ね、あのランダムバッジとかも買おうかなってちょっと思ったんですよ。パンダコパンダ私好きなんでね、うん。パンダコパンダとかもあったし、なんかいいなって、トトロとかもいろいろ売ってたんですけど、今回の作品がいかにないか、うん、コースターとかしかなかったね。ねえ、その写真も1枚だけなんでね、うん、なんかファイルみたいの、そう、本当にね、最初のなんだっけ、の絵のねえ、ねえ、絵しかないよね、あのポスター、ポスターの絵しかないんです。
ね、うーん、最初あれね、なんだろうと本当に思ったんですよ。まさかアオサギだっていうのが、ね、だよね。あとで鳥が、とにかく鳥がいっぱい出てくる。鳥しかいないよ。あの鳥も絶対、鳥とか、ね、意味があるんだろうなって。あの魚とかも出てくるんですけど、ね、いっぱい ね、あとカエルとかもバーッと出てきたり、ね、いや本当にいろんな動物が出てきたり、すごくねえ、うん、あれはだから見てる人たちの感受とかね、ほらファンの人たちの気持ちのね、あの鳥の絵なのか、うん、それとも働いてる会社のジブリの会社で働いてる人たちのそのなんていうかな、あの姿を多分、うん、鳥に表してるのか、いろんなことがね、ありますね。本当に考えれば考えるほど、うん、なんかもう引っ張るようにいろいろ出てきますね。なのでね、ぜひ時間があるときには見てもらうと面白いかなというふうに思いました。はい、はい、そんな感じで ねとてもなんか面白いよね、うん、また7月14日っていうのはもう記念日だもんね、うん、あの戦争の終戦の記念日、アメリカの7月14日ではですね、なんかあるよね。ね、ちょっと待ってくださいね。ですね、確か7月14日ってさ、なんか戦争の中じゃなかったっけ、違ったっけ、なんかそんなあったような、北海道空襲とか、あ、そうか、アメリカとは関係ないのかとか、北洋軍刀と軍閥同士、あ、じゃあ違うね、とかですね。なんかさ、7月あれ2日か、でも終戦の何かあるんじゃない、なんかさ7月14日になんかさ、7月14日に生まれてっていうような昔映画があった気がするんだよね、外国のなかったっけな、ちょっとうろ覚えで、すみません、ね、これ間違ってるかもしれない情報なので、皆さんね、あの軽く聞いてくださいね。なんかそういうのがあった気がしたような、ね、うん、気がするんだけど、何かあったんじゃないかなっていうのが、まあ、なんか分かる方いたら逆に言えばね、あの教えてほしいかなっていうふうに思いますね、うん、何かあるんじゃないかなってすごく思ってて、革命記念日とか書いてんだよね、7月14日バスティーユ、フランス革命のね、そう、革命記念日とか独立記念日は違うよね、アメリカの、あー、ちょっと違う、独立記念日、アメリカの、あ、そうかもね、じゃあだよね、うん、そんなのもあったりね、うん、なんかね、7月14日に生まれてというように昔独立記念日の映画があった気がするんですよ、うん、うん、なのでそんな感じのもなんか絡んでんのかなっていうような、うん、うん、とにかくなんかね、いろいろ面白いので、それね、見てからも楽しめるっていう感じですね、うん、なので、ね、ぜひね、まあね、ちょっと話長くなっちゃったんですけど、ね、あのもし、ね、興味のある方は見てください。でまして、ね、なんかいろいろこんなこともあって、あんなこともあって面白いんだよ、この作品はっていう方がいらっしゃったら、ぜひね、コメント欄から逆にね、うん、私たちに教えてほしいなというふうに思います。ね、もうすごい昨日から一生懸命いろいろ調べて、私もね、うん、あの考えてるんですけど、考えれば考えるほど面白い映画ということで、ね、はい、そんな感じでしたね。で、またね、私たちね、あの5等分の花嫁も昨日見てきまして、また全然違う ね、あの映画だったんですけど、全然また違う映画を見てきました。それをね、またね、後日ね、うん、あの話せたらいいかなというふうに思います。5等分にね、パート2という映画を見てきました。ね、すごいそっちはそっちで、すごく絵も綺麗で面白かったのでね、ぜひね、今度ね、その話もさせていただきたいなというふうに思います。はい、私たちはね、あのね、まあ、競馬はもちろん、もちろん大好きなんですけど、競馬以外にもお宝とかね、あと私はメイク用品とか、もちろん占い師の占いのこともなんですけど、ね、映画も大好きで、ね、とにかくいろんな映画も見ておりまして、年間でね、だからその話なんかもこれからも織り交ぜてしていきたいと思いますので、ね、ぜひね、いろんな方にチャンネル登録してもらって、ね、ちょっと競馬のことは知ってるけど、こういう話は知らないよって方 も結構いろいろやってるんで、そう、ね、なんかね、いろんな方とお話ができるといいなというふうに思っておりますので、ぜひ、ね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、では、しますね、はい。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いいたします。では、またお会いしましょう。はい、See you again! バイバイ、またねー。動画見てくれて感謝です。今日からキムをファミリーだ。この YouTube では、毎週木曜日、金曜日に競馬情報、その他、くじ開封や旅レポ、オタ活などもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長である美容さんによるメイク動画
肌が綺麗になりますよ。メイク動画や今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again。 シャキーン。バイバイ。またね。バイバイ。チェックしてね。登録してよ。